サッカーファンだけど、南野は森保だから使われてるだけで、イングランドでも練習熱心だから、なんとか2部相手にスタメンで使われてただけで、実力はそこまでなくサッカーファンにとっては、日本代表ではスタメンで使ってほしくないっていうのが総意に近いんだよね。だから暴露されたら歓迎というか、日本代表がひっくり返るということはない。さっきカップ戦でやった相手って一部じゃないの、チームだけどな。何がしたい人なのかいまいちわからなかったけど、もしかして日本をひっくり返したいのか？惨状に嫉妬してるとかそういう系の人？とはいえ、やってることは山上とはほど遠いんだよな。非水泳金メダリストやサッカー日本代表の暴露で日本がひっくり返るのか？もしかして朝鮮系の人だったりしない？今までの暴露ですごいの何かあったの？水泳選手やサッカー選手に何があろうと日本がひっくり返るような衝撃があるわけねえだろアホかよこいつ。つうかこれに投票した奴は心から恥じるべきだわ。くだらねえことくっちゃべってないで国会で仕事してこいよまったく。ガーシーも政治家なら政界の暴露しないの？南野は男前だからアンチ多いで有名。実力はそこまでなければリバポ行くのは無理。南野の色恋とかクソどうでもよい。一応モナコでスタメン起用はされてる。南野はなぜ10番つけてるのだろうか。なんだかんだ土壇場で得点決める運は持ってるから代表戦で活躍しそう。そんなんでひっくり返るかよ。ガーシーみたいな低能ばかりじゃないんだから。北島は NHK にもよく出てるしな。誰と誰がセマルクスしたかどうかで国がひっくり返るかよ。予告ですれたてんな。国会議員の暴露はどうしたんだよ。パンピーの頃と変わんねえじゃん。どうにかしてくれやこいつ。議員がやることじゃねえだろ。議員がやることじゃないな。これだから、日本の議員は質が悪い。アホしかいないこんなんで日本が良くなるのか？ならない。金目当ての職になっている、本来は知識人がいい方向に導く組織であるのが理想なのにほど遠い。北島で日本ひっくり返るんか？こら？なんでこいつが当選したの？有権者がバカなのか？こいつが当選したのを見て日本に民主主義はまだ早かったんだと思わせられたわ。統一教会が日本を支配してたからな。民主主義は早かった。一人一票の原則からすると統一教会より創価学会の方がはるかに巨大で支配的だろ。公明党の就労数700万に対して、統一教会なんて日本だけだと信者は60万もいないぞ。なんで何でもかんでも統一教会なんだ。こいつの給料、支持者の財布から出してくれよ。そしたら投票するやついなくなるだろ。予告編だけで本編が来た試しがない。萩本欽一のことをハギちゃんって呼んでるやつ初めて見た。民間人を刺して回るのが議員のやることなのか？中田翔とかもう何があっても怖くないでしょ。ガチで日本がひっくり返るレベルの有名人って誰？氷川きよしが限界突破。国会の闇を暴露して日本を変えてくれ。とか言って投票したバカを全員ぶん殴りたい。こいつが国会議員じゃなくて週刊誌の記者でも興味ねえよ。北島のはみなんな知ってるぞ。何？オソルトさんとうんぬんってやつ？のやつだよね。お塩先生の件なんかも絡んでたっけ？でもテレビなんかではほとんどやってないのでは。スポーツ選手一人や二人の不祥事でひっくり返るわけがないだろう。で、こいつは議員としての仕事してんのか。帰国してちゃんと国会出席するか議員辞職しろ。こんな雑魚でも国会議員なれるとか若者に夢与えてていいな。結局今までに爆弾は一度でもあったのか？こいつに投票したクズどもは大喜びだろうな。クズがクズを選んで日本人がクズになる。代表メンバー発表前に南野潰してくれたらよかったのに。これが議員の仕事か？投票したやつ。責任取れ。なんで当選したの？日本がひっくり返るだと。ガーシー本気出してきたな。予告しか見たことないな。日本がひっくり返るって。たかがスポーツ選手とか芸能人のゴシップで国がひっくり返るかい。お前は国会議員としての仕事をしろよ。日本中がひっくり返ってるのは、こいつが議員として存在していることだろ。北
北島が何をしてたらひっくり返るだろう？どうせいろんな女とやってたでくらいだろうけど。芸能人とかいいから、議員の暴露派よ、運動会ごときで日本がひっくり返るって？ご冗談。仮に北島の不祥事があったとして、それ公表して日本がひっくり返るか？現役でもないから別に競技にも影響でないし、日本どころかちすらひっくり返せないでしょ。仮にドーピング関連だったとしても、一般人には全く関係ない話だし。予告だけで本編が来ないまま時だけが過ぎていく。こいつの場合 YouTube でリアルタイムで全国に流せてたからよかったわけだが、有料会員しか見られない閉鎖空間だといくら暴露しても意味ないんだよな。こいつが当選して一度ひっくり返ってるから元に戻るんじゃねえの？誰がお前に投票したのか暴露しろよ。こんなんが国会議員とか日本ほんまにやばいよな。我が名は明日か、有料サロンの暴露話だけ見に来た、誰かおらぬか。今まで日本がひっくり返ったことないだろ。この人、毎回結局証拠は出さないよね。信じてる人は、何を根拠に信じているのかな？まだこいつに投票するバカっているのかな？やばいやばいって永遠と何も出てこないな。やばいとか言ってもどうせ裏付けのない噂話なんだから、おばさんたちの井戸端会議の話と変わりない。くだらねえことやってないで国会議員としての仕事をしろよ。なんか行動が朝鮮人みたいで違和感ある。日本人らしくないな。恥ずかしいのは的じゃなく己だとわからんか。国会議員なので国籍チェックは済んでいる。在日朝鮮人の扱いを決めているのは統一教会自民党。在日だと自ら喋ってたよ。こいつに投票した有権者は徹底的に苦しんでまるね。パパ活派丸取りでも公開してくれないと。芸能人やスポーツ選手の私生活がどんだけ乱れていようともどうでもええわ。そんなにヤバいのを暴露するって宣伝してんだからすぐ丸されるだろ。今まだ生きてるってことは大したことない。日本政府を舐めない方がいい。結構やってる。何の驚きもないメンツだから困る。革命でも起こしてみなよ。日本がひっくり返るってそのレベルだぞ。そんなもんで国がひっくり返ることはない。とりあえず本田圭佑はギリギリ手打ちができたということかな。う。やっぱり本田ってガーシーに何か弱み握られてるよな。ガーシーに怯えている感じだったもんな。早く日本ひっくり返るぐらいの暴露やってくれよ。ゆたにさんのこともキャッチしてたらしいな。そもそも、この人に投票した人は何を期待していたんだ？政治家の悪事を暴露してもらえると期待していたのか？アイドルの悪事を暴露してもらえると期待したのか？どちらにしても国会議員がやることではないよな。本当に日本がひっくり返るほどの暴露ってあるのかな？こいつに投票したバカはおでこにガーシーって入れ墨しろ。毎回そんなこと言いつつひっくり返るどころかどこにも何にも影響ないけど。政界の闇を暴露だどうだと選挙で騒いでたのに未だに芸能界の小物の暴露しかしてないし狼少年もいいところだな。こいつにかかる税金はこいつに投票した奴らで全て賄うようにしてくれ。そういえば浜辺美波とか橋本玉希奈の件はどうなった？この人の動画で何かがひっくり返ったことある？なんか丸々日に大地震が来るとか、地球が滅ぶネタみたいだな。もうさ、在日を国会議員にしても税金泥棒しかしないだろ。やめさせろよ。大抵の人は割と気にもしてなくて、配信も見てもないし。こりゃ日本がひっくり返るわて芸能人の女遊びくらいで思ってる暇もない。芸能界隈の人って感覚が違う。考えうるありとあらゆる犯罪に北島が手を染めていたところで日本ひっくり返るなんてないよ。どこまで行っても芸能ニュースの限界。世間を変えたと言えるのは山上によって浮き彫りになった自民と統一の関連性みたいなこと。今更その辺が暴露されてもそんなひっくり返る？サッカー代表とか知らん人も多いのに、もう虚言癖だとバレてるし誰も期待してないだろ。通過せめて金を払ってくれてる人たちに少しは感謝したら？芸能人やスポーツ選手がセマルクスしたとかくらいの話でひっくり返ることはないだろ。政治の暴露できないのか。水泳やサッカー選手のスキャンダルで日本がひっくり返ることはない。
こんな奴を国会議員の下のお前ら日本人だろうがよ。ひっくり返るとどうなるんだ？逆にこの人のことを暴露する人っていないの？議員暴露どうしたの？暴露してからすれ立てれば、こいつの暴露でひっくり返ったのってヤウチューバーだけじゃん。あれだけしつこく粘着してた綾野剛でさえノーダメージだもの。役立たずにも程がある。ガーシー応援してたけど YouTube で気軽で見れなくなったのが痛いな。水泳選手で国がひっくり返るとかないわ。バカなキッズを騙して議員になった時点で、こいつの利用価値はなくなった。ガキに選挙権を与えるとこうなるという、悪い例の見本みたいなもんだ。お前らガーシー先生を舐めるなよ。アテンドしてから暴露するぞこら。この人見るとユタポン思い出す。デカツボに支配されてこんなのを当選させた日本がもうひっくり返ってるから。ほんとこの人は議員である必要が全くない。こいつ議員としての仕事してるの？暴露するにしても芸能人やスポーツ選手って、せめて政治家の暴露で日本をひっくり返して。こいつが何を暴露しようが信頼性ないから世間が無視するのにいつまでやってんだよ。もはや虚言癖だと思われてる。こいつの国会議員のバッジ剥奪できないのかね。日本国民を暴露するのが主な仕事の国会議員。どう考えても日本に害しか与えてないのでそろそろ逮捕してもいいと思う。五輪やコロナワクチンとかで暴露したら見直すけど芸能人アスリートの暴露しかできんなら辞職して芸能評論家でもやってろ無能。ひっくり返ることはないけど確かに日本やばいよ。国会議員が国政全くやらないで暴露話だけやってて議員報酬もらってるんだもん。最近予告しかしてなくね？予告したやつをその後ちゃんと暴露してるか？コネ確かねえのに何がひっくり返るだよ本当滑稽だわ。こいつに投票したバカがいるらしい。お前が暴露した俳優どうかなったっけ？こんなやつに投票するやつがいるんだからな。浜辺美波は有村架純とやってた姉妹の CM が途中から声だけになったんだよね。あれには笑ったわう。誰と誰が聖丸しようがどうでもいいわ。アホちゃう。こいつに投票したような奴らはひっくり返るんだろう。こいつの暴露大したことないよな。浜辺美波って追加でなんか暴露あったの？俺もやったことあるし、別に有名人が何やってようが問題ないね。日本でもトップクラスのクズ野郎が〇〇はクズですよと暴露しても説得力がない。クズはてめえだろってことになるからな。ガーシーより山上氏の方がすごいわな。保守面してた売国どともあぶり出してくれたんだからさ。なんでこんな仕事もしないクソが国会議員続けてるんだか。名前書いて投票した人が多かったんだからしゃあない。参院比例の制度は割とクソだとは思うけど。当選自体はルール通りで変なことしたわけではない。東谷擁護してる人のレス見てもここの芸能人スポーツ選手などがどうなるかならないかだけで日本はひっくり返らない。ひっくり返るのは政治家くらいだよ。バカじゃないの。普通の国会議員として政治活動すればもっと面白いことがわかるが、それは怖くて暴露できないんだろうな。こいつの暴露って基本アテンドしてたから知ってる情報なだけでしょ。情報網があるわけじゃないから今から議員の秘密なんて握れないんじゃね？議員として何も仕事してないのにクビにならないとかおかしな話。現役選手でもないのに何がひっくり返るんだろうな。芸能人の誰々がパパ活してましたとかで日本ひっくり返んねえよ。大げさなんだよ。よくすれが立つけど、ガーシーとか、ユタボンとかって面白いの？興味がないからよくわからん。こいつ結局何の暴露もしてないよな。芸能人や有名アスリートが何していようがほとんどの日本人にとってはどうでもいいこと。情けない国会議員だな。